こんにちは、ニクです。今回は、ついにデビューメンバーが決まった放課後ときめきのファイナルについての動画になりますと。脱落メンバーについての動画は次出しますので、今回はファイナルの流れ、そして今回決まったデビューメンバーについて正直どう思うのかっていうのを素直に語ろうかなと思います。ニク韓国団放課後のときめきについてたくさん動画を出していますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、まず、今回デビューメンバーを決める方法が、まず投票ですね。このこれが私たちも投票できた事前の投票、 そして、ネイルでの投票なんですけど、これは1個の投票につき7ポイント入るということで、これは韓国人の方のみの国内投票でしたね。で、もう一つが先生の投票で、先生が1ラウンド、2ラウンドの合計した点数を出して、デビュー組と挑戦者どちらが上手かったかっていうので、それで勝った方が5万ポイントのベネフィットを受け取れるというふうになっていました。で、今回3年生の奥樹雄先生はミュージカルのため欠席だったのと、あと1個目のラウンドの3を作ったソヨン 先生は1ラウンド目で、今回このメール投票の時にノンストップ組が出たんですよ。なんか懐かしいとともに、あ、ここでね、出てくるんだっていうのがすごいね、可愛かったなとはね、思いました。で、まず初めだけの投票の結果なんですけど、それがこんな感じになっていました。 で、今回1位がキムソニュちゃんで、2位がボウンちゃんでことで、もう1年生強強な感じになってますね。で、しかも3年生もキムミリオンちゃんで、1、2年生でもう3位まで行ってましたし、そこからユンチャオンちゃん、キムユヨンちゃん、えー、ミョンヒョンソちゃん、ウォンジミンちゃん、ホンヘジュちゃん、キムヒョニちゃん、 イヨンチェちゃん、イミヒちゃん、キムユンゾちゃん、ミナミちゃん、えー、チェユンジョンちゃんということでなってたんですけど、これは、そんなね、言うて何万ポイントも差があるわけじゃないので、ベネフィットでかなり差がつく結果なんじゃないかなっていう感じだったので、本当にどんなメンバーができるかっていうのが全くわからない状況で、1ラウンドと2ラウンドの間にめちゃめちゃ面白いね、あの、ヒョンソちゃんがバーってなってたとかあったじゃないですか。内心からの、 次のね、間の時には、メンバーから先生のメッセージみたいなものもあったりして、それが本当に感動したんですけど、一年生の時に落ちちゃったメンバーもね、出てきたりとか、本当あ愛木先生がお泣きしてるのとか見て、もうこっちも辛くって、なんか、そういうね、シーンがあるのって結構ね、最終回あるあるだと思うんですよ。最終回結構その、面白いところもあったり、最後感動するところもあったりっていう風な感じで、最後決まること多いと思うんですけど、それでも本当に感動して、昨日のね、生放送でも 私すごい泣いちゃってたんですけどそれぐらいねやっぱ本当にどのメンバーがなっても嬉しいなっていう結果だったし悲しいっていう結果だったんじゃないかなと思いました。 そして途中でメール投票も含めた6位、7位、8位、9位のカットラインが公開されました。で、これが、はい、りおんちゃん、きムギうおんちゃん、ヨンチェちゃん、ひジ,ジちゃんっていう4人だったんですけど、正直ね、これについて思うのは、やっぱりカットラインっていうものをね、出すことについて、これはね、賛否両論なんじゃないかなっていうのが思いまして、2人とかならね、まだ良かったんじゃないかなって思うけど、この4人を出すことによって、ね、やっぱり、うーんとね、ま、あその投票にもよるんですけど、例えばりおんちゃんの推しの方が、すごいりおんちゃんいいなと思って、 でも、もう結構安泰なんじゃないかなと思って、下の方に投票してたけど、リオンちゃんがカットラインにいるっていう感じでまた投票し始めたりとか、かなりね、これって動くものなんじゃないかなっていう風に思いますし、私も、現にね、リオンちゃんが途中で結構落ちてるっていう感じでこうやって出されたと思うので、本当に、このカットライン発表については賛否両論あったと思います。そして、グループ名に関しては、クレッシーということで、クラス。 っていうことですよね。学校のクラスみたいなのに Y がついてくれっしーっていうグループになったんですけど、今回デビューしたメンバーは1年生がパクボーンちゃん、キムソジュちゃん、2年生がキムリオンちゃんとウォンジミンちゃん、3年生がいなくって4年生がね、ミョンヒョンソちゃんとユンチャオンちゃんとホンヘジュちゃんという、まさかの3年生がいない結果に、 なったなぁということでね、ちょっと一人ずつにちょっとコメントを言いたいんですけど、まず発表されたように6位からちょっとお話させていただきたいんですけど、まずボーンちゃんですね。ボーンちゃんは本当に愛木先生が言ってた1年生は K-POP の未来っていうふうに言ってたじゃないですか。で、本当に最初の方から注目されてずっとプレッシャーもあった中で頑張ったメンバーだったなっていうふうに思いますし、ボーンちゃん、本当 本当にこれからね、まだ成長するとなると、どんなもんになるんだっていうぐらい、すっごい実力の持ち主だったので、もうすごい納得の結果ですし、これからが楽しみなメンバーだなというふうに思いました。そして次が、リオンちゃんなんですけど、リオンちゃんは正直私推しだったので、本当に嬉しかったです。はい、なんか順位もね、毎回高かったわけなんですけど、前回の結果っていうものもありましたし、カットラインも発表された時にどうなるのかなっていう心配は、 あったんですけど、今回デビューしてくれて嬉しかったですし、これから胸を張ってリオンちゃんを知って。 行って応援したいなというふうに私思っていますはい本当におめでとうございますそして次発表されたのが本日ちゃんだったね本当にもう今思い出しただけでもめっちゃ感動って感じだったんですけどやっぱりへじちゃんが諦めてたっていう風に言ってたんですけどそれでもやっぱりあの努力をやめなかった姿勢だったりとか本当に投票する人は見てたなっていうのがすごく分かった今回の結果だったなっていう風に思いますしもうへじちゃんのご家族とかも超泣いてて本当にね感動したんですけどやっぱり全員めちゃめちゃレベル レベルが高かった中で誰がなるかわかんないって中でやっぱりヘジちゃんがねいてくれることによってダンスのスキルがね一気に上がったなっていうこれから楽しみだなと思いましたそして3位がミョンヒョンソちゃんだったんですけどヒョンソちゃんもやっぱりね他のメンバーとはまた違った気持ちでこのオーディションを受けてたと思うんですがそれぞれ本当にいろんな思いがあるよなってこのヒョンソちゃんが選ばれた時のなんかもう泣いてる時とか本当ね 本当に良かったなっていう気持ちがまず浮かんできましたし、やっぱり最近だったらね、ケプラのゲソちゃんとかもオーディションで合格して、同じグループでやってた仲間がすごい世界に羽ばたいてるっていうのを見て、ヒョンソちゃんがどんな気持ちだったんだろうなって思うと、ここで成功してくれたのはすごく良かったんじゃないかなと思って、これからが、はい、楽しみですし、やっぱりリーダーになってもらいたいなっていう気持ちは私の中では強いメンバーです。そして、 2位ががキキムムソソニニちちゃゃんんんなんですけどキムソニちゃんも本当に人一倍ね気苦労があったメンバーなななんじゃいいいかなという,ふうに思いますただ、やっぱりソーちゃんに関しても、それを周りが見ていてくれて、結果ね、投票に繋がったなって思いますし、この1年生全体に言えるんですけど、本当に愛希先生が担任でよかったなっていう、それによって、いろいろね、変わったこともあるだろうし、すごい精神の面でも、いろいろね、強くなったんじゃないかなと思いますし、ソーちゃんに関しても、ボーンちゃんと同じで、これからまだ成長してくれるんだ っていうのが本当に楽しみでたまらないメンバーだなっていう風に思いましたそして次がボンジミンちゃんなんですけどボンジミンちゃんに関してもすっごい不安があったというか途中でかなり暗く見えるところあったんじゃないかなと思うんですが 昨日の放送に関してはかなり明るい顔で臨めていたんじゃないかなと思います。そして選ばれた時も本当に笑顔でなんかホッとしましたし、ウォンジミンちゃんはやっぱり実力もビジュアルも完璧なメンバーだと思いますので、このグループを引っ張っていくメンバーとしてすごくいいなって、本当にこのグループの顔になっていく存在なんじゃないかなと思って良かったと思います。そして7位、最後がユンチャオンちゃんだったんですけど、ユンチャオンちゃんに関してはもう本当に 本当にドキドキした。私、ユン・ジェオンちゃんが入らない世界線がないなっていう風に、なんかね、なんかどのグループだったとしてもなかったっていう風に思ってたので、さすがに最後に呼ばれるかどうかの時はすごくびっくりしましたし、選ばれた時の表情が本当に安心した表情だったので良かったですし、もうね、やっぱチェオンちゃんがいるのといないのじゃまっ、 グループって変わってくると思うんですよなので今回このチャオンちゃんが選ばれてくれてさらにこのクレッシーのボーカルが強くなったなっていうのを思いますので楽しみにしたいと思いますそしてこのメンバーについていろいろね言われる声も見たんですよですが正直全員すごかったので7人に収めるっていうのがそもそも難しい限りすっきり仕切るっていうのは難しかったんじゃないかなと思いますうんどの結果になっても納得はできづらかったんじゃないかなっていうのは思いますただ私もちょっと思うのは学年 学年枠っていうものが完全に撤廃されてるなっていう、このなかったことにされてるのっていうのがね、ちょっとうって思いましたし、しかもこの学年枠を選ぶまでのね、ストーリー結構長かったので、それがね、すぐ撤廃されて何もなかったみたいになってるところはちょっと思いましたし、あと最後の7位の発表の時に4人候補が発表されたじゃないですか、それもね、 うんっていうのは思いました。やっぱその、4人発表される意味があったのかなっていう。下にね、もうあと3人しかいないわけじゃないですか。なので、2人ぐらいでよかった。 たたんんでではなないかなと思ったんですよだけど、脱落した子たちの、なんか表情とかを見ても、なんかね、本当にこの放課後のたきめきってものがすごくいいオーディションだったんだなって思うぐらい、みんながみんなを称え合って、もうすっごい笑顔で抱き合って、なんか、むしろオーディションの最初とか途中の方がすごい辛い顔だったんですけど、最後は本当にみんなやりきったっていう顔がね、見れたので、私は本当 本当にこの放課後のときめき実力もめちゃめちゃ高かったですし、もうとにかく楽しいオーディションだったので、うん、ちょっと今後のね、メンバーたちにも楽しみにしたいですし、今脱落してしまったメンバーに関してはここからまたね、他の動画でお話ししていきますので、そちらを見ていただけたらなと思います。はい。そんな感じでこれからもクレッシーについてはもちろん、今回入らなかったメンバーについてもね、ちょっといろいろ今後どうなっていくのかとか、どう思うかっていうのを動画にしていこうと思いますので、よろしくお願いします。 はい。そんな感じで皆さんの今回のこのクレッシいのメンバーについて、そして放課後のときめきについて、正直な感想をたくさんコメントにね書いていただきたいなというふうに思っていますので、ちょっと皆さんの気持ちを聞かせてください。はい。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。